勢のこっちがバス乗り場、あそこがバス乗り場だったけども、そこですね。変わりましたね。あと名前が変わったような気がします。予想前かな。ライパーかな。情報が入っております、お気をつけいただきますようお願いします。ご乗車大変お疲れ様でございました。北沢峠到着となります。じゃあ北沢峠から龍馬と小屋、よろしくお願いします。お願いします。です。今8時15分前、1時間ぐらいですね。これをまっすぐ行けば龍馬小屋です。基本ちょっと崩落してるところは去年と同じかな。野呂川出会いからちょっと先行ったところですね。去年休憩したところかな。こんな感じです。結構
たぜ。また来たぜ。また来たぜ。涙ちょちょ切れるわこれ。さあ。ただ意外と長い。あと1キロっつってるけど30分はかかる。30分以上かかる。よし、寄り道もする、釣りもする。そして雨が降る。テントが濡れる。そうめん流される。寄り道ちょっとにしようか。はい、そうしましょう。それが怖い、ね、今見通しだったわ。1時半。まあまあめちゃんこ遊んだ割には。やりました。いやーよく来たな。ペンド。このサイズですね。ありがとう。今日もありがとうございました。無事に一日が終わろうとしています。これからが本番、うん、私たちも。いただきます。うますぎる。なるほど。うん。卵。やばいね。やばい。最高。これも実は湯煎したかったけど、このままでいいかな。ご飯あったかいから。沸きました。それ。320cc。大丈夫だけど。
はい。CC センス、ね、いいねそれ CC 書いてあって、うん、なんか虫が入っちゃったような気がしたよ。いいよ、うん、いいな CC 書いてあるね。でもこれよ、おそらく300だな。これ何するんでしたっけ。あ、ご飯でこれとこれとこれを取らないといけないという。おお、これね。はい。あ、大丈夫だこれ。線書いてあるわ。うん。よかった。あ、ご飯が点線。ライン。あ、違うよ。実線。ライン。うん。Yes。Yes, yes. 何分だろう。いや、楽しいな。うん。いいよね、こういうの。そしたら、カレーのスープをいただいていいですか。うん。これも、これは。これ足りないかな。150cc。いけんじゃん。多分大丈夫です。はい。あざす。あ、それちっちゃいんじゃない。150じゃちっちゃい。150cc 残してこの中に入れて。これ今ちょうどこれもう使わないですよね。うん。じゃあここにぶっこんじゃっていいですか僕。うん。これもこれにぶっこんで。はい。開けるの失敗しちゃった。今200ぴったりだからこんなもん。いや楽だなこれあ、いい匂い。あ、なんか力出てきた、うん、これうまいな成功だよ、ね、これ止まんない、うん、これとビールほんと合うわ、うん。これを蓋しといて、うん、僕はベーコンを兄貴に食ってほしいで、ベーコン切った方がいいですねこれね。ね。これ今日ベーコン食ったら結構腹、まな板がこれだ。これを使おうとしてる。これもうこの上からこのまんま切っちゃったらどうだろう。ナイフあるよ。うお、ちょっと色違いのいいやつじゃないですかそれ。オピネル、うん、あざっす。どんくらいいきたいですか言ってください。こんぐらい、うん、こんぐらい。うまそう。やっぱ肉大好きだな俺ちょっとこんくらいずつ焼いてちょっとずつ味わうということで。
で、いい。いいよ。いいの出てるよ。いいよ。あ、ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいい。いいね、肉いいね肉いい、これ間違いねえな。やべえ、うまそう。それは肉乗っけていいやつですか。乗っけていいやつです。いいですか、乗っけちゃって。はい、おはようございます。やばいやばい、これいつもこれいただきます。ちょっとうん、うん、やばい、ビールエンドレスだこれ。うめえ。油欲しかった。欲しい。うん、いい。これカレースープじゃなくてカレーだわ。あ、白ご飯入れたらちょうどいいんじゃないですか。うん、やべ、閉じてなかった。何分これわかんない。5分ぐらいかな。熱湯で約15分から20分。へえ。いや最高。うん、最高最高、バッチリだよね。ちょっと僕あれだな、久保田いただいてもいいですか。行っちゃいましょう。ちょっと、いやもう兄貴が買ってきてくれよ、これ僕が大好きな久保田。やっぱそれだった。最高、これ大好き。これだったわ、酒。それでした。いや大丈夫、あの臭み取れる、洗わなくてもいいように。ウェットティッシュ、うん、アルコール除菌。ほう、
うん、いやー山賊の宴です、これは。あ、先、先どうぞ。いいんすか、アルコールが。いいんすか。じゃあちょっと継がしていただいて。あ、ラベルがしっかり取れる、うん、ワイルド、ワイルド。これ普通の薬品アルコールがさ、はい、ついちゃってるから危ない、ね、100%。よし、これはもう、飲む前に、よし、いただきます。久保田。うん。ちゃんとこれです。冷えてるね。はい。うん。これですね。カレーってどんな感じなんだろう。ちょっと食べてみよう。うん、ヤングコーンが入っちゃってるじゃん。ご飯に合うね、うん、うん、最高、はあ、なかなかもう目の前に毛針を垂らしても食いつかない、うんうん、ただ、うん、同じ場所で何種類か毛針を変えて、うん、2回ばらしてる、うんうんうん、結構やっぱいいサイズのが揃ってるね、うんうん、15年ものぐらいが、うん、15年ものぐらい。いぶりがっこ行きたいっす。よし、いぶりがっこ行こう。あ、間違えた似てる、いぶりがっこ。どこに入れようかな。これは危ない。これ使ってください。これコップ、うん、それかこっち。うん、それかこれ。こいつ、こいつはそこに置いとけば、ね、いいですね、うんうん、了解。ちょっと燻製系が多いけど、もう卵全部剥いてここに入れちゃってもいいかも。あ、いいっすねやばい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 、つってるつってる。お尻、危ない危ない、足がつりました今日相当ハードだったからね。いやハード、ついちゃってるな。うん、うん、おしんこありがたい。うん、ルアーのレベルが上がってるね、確実に。ちょっと違いますよね、うん、これで すごい意識して、これでも釣ってんのね。あれもうこれ大丈夫、針ガシガシならない。あの短くしたんだっけ。ガシガシなるのって岩にぶつかってるからだと思います。こう、うん、ちゃんと着水させて、うん、すぐ泳がせれば、うん、そうはならない。うんうんうん、技術か、うん、技術の方か。うわ、おいしそう。うん、うん、めっちゃご飯すごい
めっちゃご飯です。いぶりがっこもそれしっかり混ぜた方がいい。これの野菜スープが これもうそのまんまポン入れちゃう。カレー大好き。うえうえ。これはおかず、あのなんだっけ、どっか行っちゃった。何すか。ああ、あった。惣菜。お惣菜。これは別日にする？しましょうか。それかつまみでもいける。はい。うん。じゃあ今日はカレーで。はい。この組み合わせカレーすごく簡単でいいですね。うん。めちゃくちゃいい。あのコトコト煮るより。うん。ドライで。ドライ。うまい。スープカレー、うん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 、白飯を欲してた。この組み合わせいい、うん、指そして、そしてまたこれを焼くと。ビールにも合うけどご飯に絶対合うじゃん。はい、いやー辛いけどやっぱ来ていいな、来るといいな、うん、いろいろ起こるよね。いろいろ起こる。予期せぬことか。まあいいこともそうだし、うん、悪いこともそうだし、全部ひっくるめて。いや、そのフライパンテフロンじゃないかなと思います。おそらくあれだよね、ベーコン自身の油だよね。そうです。振らねえな。振らないですね。ああ、いい匂い。
ちゃ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 。すんごい油。いいですか、のっけちゃって。ありがとうございます。ナイス。セーフ。ナイス、手持ち。セーフセーフ。この油もったいねえな、うん、うん、これビールだ、さすがに2号はお腹いっぱいになるな、うん、苦しくなってきた。やべ、ベーコンカレーだ。うん、お腹いっぱいだとそんなに飲めないんだよね。飲めない。もあるし、良い方向に転んでるかもね、うん、ん？このベーコンちょっとハーブが効いてる？わかんないです、まあ、ちょっとなんかかけた？上品なベーコンだからなんか入ってるかもしれない。成城石だもんね。うん。それからカレーに入ってたベーコン、あのハーブか。うん。うまい。満足。すぎるな。すげえ、あの、あれって、うん、いけそうですね、これ2泊3日、うん、それ、午後でしょ、午後、すごい、すげえ、苦しい、あの、子供のあまり食べてる時の感覚だわ、これ、うん、あ、本当にうまいな。いや、最高。これ一人パンチあるな、うん、これあっさりいいな。
おはようございます。2日目です。今5時20分25分昨日6時から寝たから12時間弱ぐらい、やっぱ12時間寝ると疲れが取れますね。両股小屋の場合はさ、ホワイトボードにどこで釣りをするかっていうのを書いておく必要があります。朝の段階でね、さっき書かせてもらって、もう話し合いではね、決まってたので、ね、今日はね、サマタの方に行きたいと思います。活性が上がるのが9時から1時ということなので、8時ぐらいにゆっくりめでスタートして、奥の大滝に着くのが1時目標ぐらいで、昼食って戻ってくる。で、午後はね、小屋の近くで釣りをしたいと思います。よろしくお願いします。コーヒーをいただきます。こうしとかないと乾かない天候だ。あー、うまコーヒー、うましみるね。5時半、7時ぐらい飯でいいですか。もうちょっと横になって休んで、かなりそうすると体力は回復できる。アミノブライトある。よし。お湯で溶かしたらどうなるんだろう。コーヒーを。ハニーコーヒー。コップあります？その下のやつ。あ、すごい蜂蜜の匂いがする。やっぱ楽しみ。ちょっと枠ばとか。はい。パクチーのいい匂いが。2日目朝食です。パクチーラーメンに今ドライカレー、ドライカレー。ドライカレーちょっとしゃびしゃびかもしれないけどまあいいや、いただきます。うん、これは間違いないわ。ちょっと僕上積みもらっていいですか、これ。追いパクチーのドライカレーで。
ドライカレーって粉末入れてないじゃん。粉末入れてないこんぐらい食べれます。食べれます。これ置いときます。それいいね。それ多分これ美味しい。ドライを入れてないけどパクチー雑炊。あ、雑炊ぐらいで調子ちょうどいいですね。なるほど。うまそう。うまい。うん、合う。うん、ピラフだ、うん、ピラフパクチー、うん、いい。パクチー間違いないですね。うん、うまっ。あちあちですかね。うん、うん。よし。あざっす。いやー、美味しそう。ハニーコーヒー。普段ブラックだけど、うん、山来るとちょっと砂糖入ってると美味しいですね、うん、甘いの入ると。そうそうそう、糖分取って体力つける、うん、この蜂蜜がどうか。あ、優しい。優しい蜂、優しい蜂蜜が優しい。うん、いい。うん、いただきます。ドライカレーというかピラフ、うん、ピラフ雑炊。これパクチー何でも合うわ。もうちょっと食べれます？あざっす。パクチー何でも合う。いただきます。最後ドライカレーにしてやろうかな。うまっ。うまいですね。うん、最後ちょっとドライカレーにしちゃいます。ちょっと温めてみよう少し、うん、味変、うん、味変。あ、カレーも美味しい。うん、しょっぱい一袋は入れすぎる、うん、まあいいや、昨日塩分相当出たから。次パクチー2色あってもいいな。うん、
これ焼きそばになるんだ。ん？焼きそば？うん。あ、本当だ、ね、知らないでラーメンで食べてた全然ラーメンで美味しいですよね。使っていいですか？俺も3分の1ぐらいにした方がいいですくっそしょっぱい。ほんとちょっと味入れるぐらい。もういいですね。アドバイス聞いた。めちゃめちゃうまい。うまい。このパクチーがさ、うん、このカレーとすごいマッチしてる。マッチしてる、うん、あ、いい朝ごはんだこれ。はい、それじゃあ2日目の朝行行きます。8時過ぎですね。よろしくお願いします。やっぱダウンで追ってきますね。ダウンで追ってきます。バラしちゃった。いや、下までランディングすればよかった。もう申し訳ない。うわ、ヤマトインワナ、ヤマトがやっと出てくれました。
めっちゃチェイスしてくる。来なくなっちゃったな。はい、ありがとう。ありがとう。バレちゃいました。いやめっちゃ食ってくるな。こっち行こうか。ありがとう。信じましょう。すんげえ余裕を泳いでる。よし、オッケー。
まあ結果オーライ。おめでとうございます。今回1匹目やっぱ見えてるやつじゃなくて岩下からですね。そうめんパーティーネットの使い方生き返りますね。生き返る。滝も見たくなる。北田さん、ごめんなさい。やっぱこれ食ったら帰りましょう。空気が変わった。雨降って増水して帰れなかったらまずい。帰る、行きながら帰る、急いで帰った方がいい、打ちながら帰れる、ある程度ある程度戻ってから、近くになってから打ちましょう。多分あともうちょっとで滝なんだろうけど、ちょっとね、雲行きが怪しくなってきて、ちょっと寒くなってきたんで、雨がね、降っちゃうとまずいので、戻ります。あとね、あの相棒のザキさんが来た時にね、一緒に来た時にね、大滝拝みたいんで、まあその時まで撮っときます。じゃあ、行きましょう。はい、戻ります。おはようございます。いやー、様々ありがとうございました。はい、馬田さまたの合流地点に戻ってきました。めちゃくちゃ大雨、よかったあの時戻ってきて、はあ、直感は信じた方がいいですね。はい、増水する前に戻ってこれてよかったです。3時半なんで、兄貴にね、もうちょっと洋又小屋の前でね、釣ってもらおうと思ったんで、5時までね、できるのかなって感じです。はい、じゃあ僕は小屋に戻ります。今日は2日目の夜ご飯はペペロンチーノに焼き鳥と牡蠣の缶詰を入れました。それでちょっとね、具を足した感じ。
ちょっとね塩分足りなかったら掘り西を入れて。よし、ありがとうございますって感じで。よし、じゃあ乾杯しましょうか。はい。あ、2日目もお疲れ様です。無事帰ってこれてよかった。お疲れ様でーす。いただきます。おいっす、塩分ぴったり。大丈夫ですか？よかった。ちょっと最初全然足りない感じで、うまいですか？よかった、うん、本当にうまい。うん、まあちょっと運動したからこのちょっとしょっぱいぐらい、うん、うん、牡蠣の缶詰うまいね。うまい。今日はいっぱい出しとかないと、うん、よし、ここにこれ、こっちだな。これでここに入れちゃっていいですか？はい。明太子大好き。おおお、そういうこと。そういうことです。いただきます。まあ、うん、はい、はいはい、うん、うん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 、うん、よいしょ。どうしよう、お惣菜は明日の朝ごはんにする？お惣菜ってどういうやつでしたっけ？あの、サバの煮込み。あ、そうしましょうか。久保田、よし、いただきます。よし、まだ私はビールがあるので。どうしようかな、入れ物迷うな。今これアルコール消毒したやつにザーサイ入れますね、うん、はい、横浜、あ、しみるぜ。これもおそらく成城石なので間違いないでしょう。ペペロンをもうちょっといただきます。うまいね、本当に。
うん、明太子いただきます。おい、ペペロンおかわりありそうだね。どうぞもらおうかな。もらっていいですか。どうぞ全部。うん、え、全部どうぞ。よしよ、よかった。ぐあ、どうぞ。うん、うん、よし、鷹の爪、鷹の爪いっちゃうか、うん、辛いの、いいね。ザーサイいただきます。うん、うん、うめえ。ニンニクいいな。うん、追いニンニクが、聞きました。うん、いろいろ混ぜちゃって大正解じゃない、これいきましたね。ね、よかった、うん、行きの走行距離見て愕然としたんですけど、うん、18キロでした。18キロ14だと思ってたら、でも僕たちうろちょろうろちょろして歩き回ってたじゃないですか、うん、でもそんぐらいあるんだなっていう。歩けどつかなかったですもんね、うん、あれは疲れるわ。でもいい寄り道だったよ。ウェットティッシュもらっていいですか、うん、すいません、はあ、お、2枚、これも使い切っていこう。まったり、うん、やっぱニンニクっていいっすね。うん、ニンニクすごい。毎日でもいいや。何のパスタ作るにもニンニク入れる。ああ、うん、
次の日休みだったらニンニク使いまくりました。まだ外に出しっぱなしなんだけど、いろいろ、うん、うん、うまい。まだあるよ、燻製卵、はい、これ、ポケットに忍ばせて、あれだね、帰り塩分チャージできるね、うん、余ったら、うん、なんかもう食ったら満足しちゃったね、うん、足伸ばしたい。いや満身創痍だけど、これがまたカエルちゃんだからな、すごいよ人間の体って。食べ物の全部うまいね。うまい。厳選に厳選を重ね。いただきます。この中のジャーキーもうまい。うん、顎やられる。いややられたね雨には。うん、3日間晴れるのかなと思ってた。今回は虫が来るんだよね。うん、まだ明るいから消しとこう。うん、言われるな家族に。また振られたの。雨男なんですか。うん、いや本当植えついた瞬間にいきなり風変わったから。びっくりした。雲もすごかったもんね。うん、なんか嫌な空だなって思ったけど、空気も変わった。うん、丹沢もそうだけど、ここの山もしっかり観葉作用があって、あのぐらいの雨じゃ水かさってそんなに増えないんじゃない。うん、よかった。あちょっと
ペペロンのおかげで、すげえ気分がすごく楽になった。よかった。ニンニクパワーかな。ニンニクパワー、いただきます。はい、よし、もう消そう。キングジャーキー、おはようございます。3日目の朝です。まあ5時ちょっと過ぎ、1時間ぐらいでちょっとテント系をしまって、で6時ぐらいから飯食って7時に、帰ります。おそらく5時間弱ぐらいかかるんで12時ぐらいに到着して、でゆっくり1時間休んで1時のバスで川柳荘に戻りてます。よろしくお願いします。はい、3日目の朝です。今お湯沸かしてフルーツドライの、ドライカレー、お惣菜と昨日の酒のつまみ、たらことかザーサイとかを入れてお茶漬け風にして食べます。おそらく1人 1.5 合ぐらいは食べれるかな。あと昨日のね、おつまみの残りですね、これドライカレー粉末入れないで入れないとピラフですね、ピラフにいろいろごちゃ混ぜで美味しい。よかった、大成功。ちょっと掘りに仕掛けて食べます。天場撤収して、飯食って7時10分ですね。まあ大体予定通りですね。で12時を目標にゆっくり戻ります。兄貴よろしくお願いします。お願いします。無事に帰りましょう。よし、帽子が冷えてて頭を冷やせる感じがあるな。これだいたい冷えてますね、最後チェック。はい、大丈夫ですね。歩きながら着るものを乾かしましょう。よし、忘れ物はないですね。はい、あともうすぐで北沢峠です。6分前だからね、12時ぴったり、予定通り、喋れない予定通りです。やっぱ去年20キロぐらいの荷物背負って行って帰って相当きつくて、今回半分ぐらいなので相当楽ですね。兄貴がちょっと今日今回重い感じだけど、体力がすごいから一緒に来れてます、すごい。はい、到着。お疲れ様です。よし、やったぜ。さあ、アイス、アイス。
あーうまい。なお、戸田大橋までの区間はフリー乗降区間となっております。停留所以外の場所で乗降希望の方は、あらかじめ乗務員にお知らせください。